あ、そうなんだ。クロさん投資してる。あ、そうなんだ。もっと山奥なんです。鳥取の、あ、三朝温泉のイメージキャラクター、マスコットキャラクターみたいな。釣り場がもうね、大衆娯楽、大衆娯楽上位です ね。ちょっとこれ、おい、いいじゃん。足湯ね、これちょっと当時の湯ってこと。今日は普通のぼっち旅じゃない感じなんですよね。あのレオがね、もともと鳥取出身なんで、で今タイミング的に引っ越ししないといけないということで、ちょっと手伝う形でちょっとあの鳥取の方に行こうかなと思います。で、まあ、行き方的には岡山市内から、三崎町を越えて院の庄から奥津、奥津から、まあ、人形峠越えての、三朝というか、まあ、鳥取の方に入ろうかなと思います。鳥取県のね、鳥取県に入りました。思ったよりちょっと雪がね、ありますね。気温は5度です。岡山市内はね14度ぐらいだったんで、とでこれから三朝の方に行こうかなと思います。そんなにね、なんか津山から遠いイメージはないですね。ただちょっと上がっ津山からちょっと上がっただけでなんか雪があるのがなんかちょっとびっくりしました。よっしゃ、それでは行きましょう。あれ、やばい。それではちょっと三朝に向けて行きます。キャベツが130円で買うことができました。
今だいたい200円ぐらいなんで、で結構ね、まあいい感じのサイズでぎっしり詰まってんで、また帰ってね、ちょっと料理するのが楽しみかなと思います。はい、というわけでもう三朝温泉までね、あともうちょっとな場所なんですけども、こちらね、以前も紹介した、ピエール・キュリーとマリー・キュリーね、夫妻の像があるんですよね。人形峠っていうところあるんですけど、このウランのが取れるということで、そのなんか土がレンガになってっていうことなんで、なんかこういう感じでね、このレンガも、さあ三朝温泉にやってまいりました。よし、ちょっとね、こちら気になって、有形文化財、よいしょ、この三朝の町が見えるのかな。うわ、すごっ、こんな感じで町が見えるんですけどね、あれ改装中かな、温泉宿なんですけども、よいしょ、よし、うわ立派な、立派な、よいしょ、よし、これが鬼になってですね、ここがまだちょっと特別な、ちょっとはい、というわけで、はい、やってまいりました。合流しました。はい、今日はね、まあ、ぼっち旅から始まってる、ね、撮った一人で。あ、そうなんですか。今日、鳥取に、あの、引っ越しの作業があるということで。そうですね。鳥取にちょっと引っ越しのね。手伝いで来ました。で、ちょっとまだ空いた時間あるんで。これすごくね、これ。皆さんって香川ですか？そう。まあ、でもね、コンピラさんだった。文礼いただいてますとのはこのコンピラさんだった。あ、なるほど。あの有名なコンピラさんの分けていただいて、ここに来た。うん。あ、じゃあ上行きましょうか。なんか登る。うわ、すごっ。上なんか。うわ、やばい。
これやばいね。展望台みたいな。ですね。あ、こんな感じなんだ。僕とっても水分なんですよ。水分初めて。あ、ほんまに？ここ来たことないですか。よいしょ。ここやね。展望台みたいな。うん。あ、いいね。あ、今度女の子とかよ。そう。こんなに街並みが見えるわけですよ。ね。あそこにお風呂。あれがお風呂なんですよ。あれも24時間の無料で。あ、そうなんだ。で、なんか地震が起きた時あったじゃないですか。うん。地震が起きた時にあそこの温度がすげえ高くなったんですよ。あ、鳥取西部地震。はいはいはい。いや、なんか違う。この間僕が高校生の頃なんで。あ、でもなんか北部とかまあなんか時々あるよね。ありますね。その時にめっちゃ温度が熱くなったって。三笹橋登録有形文化財。あそこにいつもあのスカンスリーしてました。あ、そうなんだ。鮎が釣れたりとか。あ、そうなんだ。釣れるいるんだ。めっちゃでかいじゃないですか。これがね。あ、おじいちゃん入ってるね。これ普通に入れるとこだよね。でももうお風呂入れます。人全然いないから、まあ、なんとも言えないけど観光案だよね。これ鳥取の、あ、三朝温泉のイメージキャラクター、マスコットキャラクターみたいな。オオサンショウ。オオサンショウ有名なの。あ、これオオサンショウなんだ。オオサンショウ。ちょっとカンガルーみたいなね、アジフベット。なんかいろいろね、見る場所がいっぱいあって、岡山から2時間ちょっとぐらいで来れたね。うん、まあちょっとあの工事とか片側通行みたいになったけど、まあ比較的行きやすい感じかなと。スピチューブインスタグラム始めました。お得な情報、プレゼント企画はこちらから。フォローよろしくお願いします。はい、温泉街。来ましたね。すごいですね。ここ。よく夜とか来たらめっちゃ綺麗なんですよ。遊び場がもうね、大衆娯楽大衆娯楽場ですね。ちょっとこれ行ってみる。行きましょう。あ、何これ、ワンコイン祭り。あ、エステ。あ、いや、ここ梶川って言うんですけど、僕の父さんが切ってるところです。あ、そうなんだ。ちょっとすごいおしゃれな。はい、いや、そうなんですね。え、こんな感じでちょっとなんかジブリじゃないけど、なんかそんな感じのね。じゃあちょっと今日この射的いきますかね。やっぱでかいの落とした方がいいですかね。2点狙いがいいと思う。おい、いいじゃん。難しいな。おい、やった。よし。ああ、
5000円。まあなんかいろいろね、懐かしのおもちゃから。この100点ってのあるじゃないですか。はい。やっぱり1回では無理ですよね。100点は1回無理ですね。あ、じゃあもう別に続けてその点。そうです。ああ、なるほど。あ、でちなみに100点の人っていたんですか。います。ああ、やっぱりやり込んで。はい。すごい。これここね、さっき聞いたんですけど、創業60年以上ですね。ね、なんかその経営の人はいろいろ変わったりしてるけど、ここにあるのは60年ぐらいらしいですね。で、まあこの後ろとかスナックあるんですけども、まだやってるらしいね。やってましたね。やってるんだね。はい、ちょっと歩いてみましょうか。いろいろね、ぬるぬるへんぬるへん、うん、あ、駄菓子屋さん。おお、本当だ。なんか楽しいね。ね、豊漁土とか竹島。1658年。え、これがここってこと？で、その先行った中に足湯があるんだよね。あ、でもどこもやってないね。どこももう、足湯ね、これちょっと湯治の湯ってこと。こちらがね、足湯になってます。その前にその有名ところの、この三朝温泉自体が850年開湯っていうか、なんだろうな、開湯かな、開くに言う。そうです、開湯。ちょっとね、なんかモンスターってことありますか。あ、三朝温泉やってる感じかな。でもどこも閉まったよね。水戸区が、あ、水戸区がね、多分これ船着き場とか洗い物しとったんだよね。そうでしょうね、絶対ね。で、なんかこの辺とか昔はなんかそういう屋敷じゃないけど旅館っていうかね、宿があったり、それこそ芸妓さんがいたからね、結構栄えとったんだろうね。昔はすごかったらしいです、本当に。だから、うん、父さんがここの出身なんだ。ああ、そうなんだ。父さんどの出身なんだ。あ、そうなんだ。もっと山奥なんですけど、ここら辺は本当遊び回る。ああ、馴染みの場所なんだ。でも僕もやっぱりその連れてきてもらえるじゃないですか。うん、なるほどね。はい。あ、縁結び。そう、縁結びなの。この感じから縁結びの仕事なんことで、ご利益を。ね、あ、子孫繁栄ね。まあでもね、結構ね、ほっこりするような、彼女と早く結婚できますようにとかね、夫婦円満とかなんかね、いいですね、家族が元気とかというような場所でございます。ちょっとね、この温泉入っていこうかなと思います。
とりあえずはね、もう入浴終わりました。じゃあ行きましょう。これですね。大丈夫かな。怖い。でこれで天ぷらです。ねえ。それぞれ個体によるのかな。今日のは隣のお店やってないですね。あ、そこか。はい。もう何年とかの時は OK な。ヤバンスピチューブ始めました。普通では上げられない動画、未編集の動画を主に上げてます。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。